中井さん、 YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。まあ、今回もねメッセージいただきまして、非常に嬉しく思います。こうやってねたまに忘れない程度にメールをいただけると私も非常にねこうやる気になってくるし、これから YouTube ねどん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 作っていこうかなっていう風な気持ちにもなっていきます。それでですね、もうだいぶ暑くなりましてね、本当にね外に出ると汗をかくような日々でございます。うちにね1歳半の大和くんという子供がいるんですけども、こうベビーカーに乗せて歩くとね頭にうっすらと汗かいちゃったりするんで、このスプレーをシュッシュッシュッとかけてね頭を冷やすんですけども、なかなかね帽子をかぶってくれないんですよね。帽子をかぶってもこうやって取っちゃうんですよね。違和感があるんですよねきっとね。で私自身もね外に出ると汗かきますので、もうすっかりと薄着で、まあ、T シャツ1枚みたいな日もありますしね。まあもう夏ですよ。だから春ってのが来たらあっという間に夏になっちゃうなってのが、まあ、この国の特徴なのかなと思いますね最近のね。まあ、冬の時期ってのは長かったんですけども、春が来るとあっという間に、ね、夏になって山なんて色づいちゃってね、とっても深い緑の綺麗な山が見えております。私の住んでるところは今のね感染症でいろいろと3密とか言われてますけども、もともと密になる要素がほとんどないぐらい人がいないんで、本当広大な土地にねもうどこまで行っても誰ともすれ違わないし車1台ないみたいなところを毎日過ごしております。まあ、だから空気はきれいなんじゃないかなと思いますけどね。車があってよかったなと思うのね、やっぱこういうところに住んでからよく思いますね。本当車乗らない日がないと。で私別に通勤で乗るわけじゃなくて全部レジャーで乗ってるんで充実度満点かなというところでございますね。で最近はまあ、いろんなところにね車を止めていいようなスポットがあったりとかね、そもそも本当車の量が少ないんでのんびりさせてもらってます。でたまにはね原付でぐーっと行くんですけども、原付で行く開放感もあり、で家族で出かける楽しみもあり、一人でドライブするのもなかなかおつなもんだなと思います。まあもうすぐね私ねこの私の持っているナイト2000の車検なんですよね。で車検と入れ替わるように車検は埼玉まで陸送するんですけども、陸送費用が35万以上するんですよ送るだけで、ね、車検費用いくらなんやと思いますんで、車検に100万ぐらい用意しないといけないんですよね。まあ、古い車なんで仕方がないかなと思うんでそれを覚悟で乗ってるんですけども、毎月の支払いも結構ですからね。まあなんかねいろいろと話してますけども、ついつい深夜雑談を言いたくなっちゃう時間でございます。現在3時7分、私も目覚めて1時間半ぐらいですね。8時ぐらいに寝てね深夜1時とか2時に起きるのが私のスケジュールなんですよ。でこっからいろんな動画撮ったりとか自主勉強したりとか、たまに自分の好きな、ね、映画を見たりするんですよ。最近買った映画はこれですね、無敵対無双っていうね、あんまり知られてない映画だと思います。アクションですね、格闘技、格闘系の映画です。これに出てるマックス・チャンっていうね俳優さんが私好きでね、香港の俳優さんなんですけども、ブルース・リー、ジャッキー・チェン、それからチョン・ユンファじゃない、チョン・ユンファもそうですし、あとねドニー・イェンね、その次に出てきた最終兵器といって言われているのがこのマックス・チャンという方らしいんですけども、映画イップマンのねライバル役で出てきたのがきっかけで私も好きになって、イップマン・ガイデン・マスター・ Z っていうのもねかなり好きで何回も見ちゃってるんですけども、確か46、7歳の結構なお年なんですよ。私とまあ同じぐらいの年齢なんですけども、体がむちゃくちゃ動くんですよね。でなんかね香港か中国かの格闘技のチャンピオン何年も何年も続けていて、で俳優業に転向したんだけども、俳優としてはなかなか芽が出なくって、その間に大女優のねなんか方と結婚してすごいね格差婚だって言われたらしいんですよ。でも奥さんは旦那さんが一流の俳優になることを信じてずっと励ましてそうですよね。でついにこの一流どころに今なってきたってことなんで、日本での知名度はほとんどないんですけども、でももうすでにねシルベスター・スタローンの大脱走3にも共演したりとかして、ハリウッドにも名を響かしてる東洋の、まあ、ダイヤモンドなんですよね俳優としても、まあ、そういうのとかね最近はねまたね他にもねこの車のカタログを見るのが好きで、最近はね LS っていうそのレクサスですよね、
私ずっとセルシオ乗ってて、最近はもう乗れてないんですけど、10年ぐらいセルシオ乗ってて、手放したのが5年ぐらい前なんですけども、最近はねナイト2000乗ってみたりとか、ベルファイア乗ってみたりとかなんですけども、まあ一人で3代目の所有っていうのはちょっとね勇気がいるんですけども、まあ、所有できないでもないような今キャッシュフローなんですよ。完全にこの3代目になると無駄銭ではあるんですけども、だからねちょっとね勇気が出ないんですけどもね。ただもう見積もりとかは出してもらって、いろいろとこう比較をしたりとかね、それから、まあ、動画をいつもご覧になっていただいたら分かると思うんですけども、そのレクサスのショールームとか行ってね、今度試乗会にも参加させてもらうんですよね。ちょっと私にはねレクサスはまだまだ早いかなっていうところもありますけども、まあ50歳になりますんでね、そろそろね50歳になるんで、自分のこの50代の趣味を何にこう捉えるかなって時に、まあドライブっていうのも一つあるなと思いましたね。田舎道をダーッと行くのが好きなんで、そう考えたら通勤には使わないけどレジャーで使うんだったら十分ね、いわゆる、まあ、元が取れるって言い方は変なんですけども、自分の大好きな車を通勤で使っちゃうのは今もったいないんじゃないかなっていうふうに今のライフスタイルで思ってるんですよね。以前は私もサラリーマンやってましたんで、通勤に車を使って元が取れるなとかね、無駄はないなと思ってたんですけどね。まあでも買わないかもしれません、すいません見るのが楽しいんでね、結構ねカタログって見るのが楽しいですよね。買い物するときって、買い物しちゃったときよりも買い物するまでの過程が楽しいですよね。どんなもんでもね、テレビゲームでもそうですね。買ってしまったらその日は楽しいんですけども、だん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 色あせていくんですよ。人間の欲望っていうのは手に入れた瞬間にどんどんね、薄らいでいくんですよね、きっとね。でもおかげさんで私はね、夫婦生活っていうかね、家族というものは手に入れてからもっともっと毎日のように価値を増しています。まあだからこうやって動画で放送できるのかもしれないですよね。家族に何か問題があったら、こんなん動画でヘラヘラ喋ってられないですもんねはい、ということでご覧いただきましてありがとうございました。深夜の雑談でございました。ありがとうございます。また連絡してください。